RB です。RA に少し顔を突っ込んだところの、この5時方向の屈曲を右に空回りして12時方向に持ってきます。12時方向に来たらアップアングルをかけてひだをめくり上げるように進めまして、左に展開しますので左に軽くターンしていきます。粘膜にぶつからないように引き気味に左にターンして、右展開に変わったところで S の始まりです。S の始まって、すぐにキーポイントになりますが、この勝利は9時方向に変な屈曲ですね。あまり見ないタイプです。キーポイントであれば回したいところですが、関空は正面に出てきますので回すタイミングではありませんので、まっすぐ進めて、ここが虹の強い屈曲です。この屈曲は右回転させないといけませんね。アップアングルプラス右にトルクをかけて時計回転させます。こちらが本当のキーポイントかもしれませんが、キーポイントだとしたら少し深い位置だと思います。時計回転させて、アップアングルを解除させながら左で取りまして、左の次は右、そして左です。次に5時方向の屈曲ですので、ターニングポイントかと思われますが、力が伝わりにくくなります。押そうとするとこのようにたわんで屈曲が逃げてしまいます。するとここからループを作ってしまいますので、できるだけたわまさせずに取りたいところですので、まず行外にします。先ほど抜けてしまいましたので、少し、進めて、この屈曲をたわまさせずに取りたいところですが、両替にしただけではたわんでしまいますので圧迫します。普通に恥骨状だと力が加わりませんので、干へそ近くを押してもらいます。すると屈曲が近づいて右下展開になります。ターニングポイントを超えると右下一辺倒の形になるはずですが、この症例はここでまた少したわみます。ターニングポイント以降でたわんだ場合には、たわんだ後の屈曲で必ず右下に持ってきて引きでたわみを取ります。たわみを取りながら右にひねり込むとそのまま進んでいきます。少し左展開で D に入っていきます。
D に入って次の月あたりは SF なんですが、この症例では6時方向の北極が出ますので、ここは SF ではありません。SF は12時方向に出てくるはずですので、ここはダウンの引きで取ります。ダウンの引きで取って、次の北極が12時方向ですので、ここが SF です。ここで必ずストレート化を確認します。ストレート化を確認した後、対外ループを解除します。対外ループを解除したら、アップアングルをかけて、そのまま押します。少し突き上げが強いですが、そのまま押して、ぶつかりそうになったらダウンです。また押して、ぶつかりそうになったらダウンです。まっすぐ進めて、MT の手前で右に屈曲があります。T で大事なのは、HF まで出てくる屈曲は必ず左で取ることです。右アングルで左に屈曲を持ってきてから左で取って、まっすぐ進めて、左の屈曲ですので、ここが MT でしょうか。左ひねりの引き上げで MT を引き上げます。すると、右展開になりますので、そのまま右にターンしていきます。A に入ったらまっすぐ押しで C です。以上です。